皆さんこんにちは、リーシックです。最近楽器販売店大手のロックオンさんのオンラインストアページがリニューアルされたのはご存知でしょうか。以前よりも記事や機材なども見やすくなっており、よりお買い物がしやすくなっています。このリニューアルに伴い、10月31日まで新規会員登録をすると、お買い物で使える2000ポイントプラス5000以上のお買い物から使用可能なクーポン 10% クーポンがもらえるという大型なキャンペーンを展開しています。クーポンの有効期限は10月31日までとなっています。セール品や一部対象外の製品もあるようですが、気になる製品をお得に手に入れられるチャンスとなっていますので、ぜひ覗いてみてほしいです。ちなみに、以前からロックオンのアカウントがある方は、ログインしようとすると新たにパスワードの設定を求められ、これを設定することでポイントとクーポンがもらえるようになっています。ロックオンさんの強みはハードだけではなく、様々なプラグインも販売していますので、選択肢の幅が非常に広く困ってしまいます。嬉しい悩みとなりそうです。というわけで、今週も DTM ニュースをお届けしていきたいと思います。まずはセール情報です。1300円で UJAM の人気のセールだった808ビートメーカーセールが再開されています。それぞれのジャンルに特化した音色を収録しつつ、それにドラムパターンも多く収録されていて、幅広い方におすすめの音源となっているビートメーカーシリーズですが、どれでも1300円でお買い求めいただけてしまいます。期間は11月3日までとなっています。ここで裏技なのですが、実は UJAM 製品はロックオンさんでも取り扱われており、このセールも開催されています。つまり、先ほどのキャンペーンでもらえるポイントを使用することで、なんと好きな音源を一つ無料で手に入れられてしまいます。特に欲しい機材がないなという方も無料でもらえてしまいますので、それぞれの音源のプレビューを聞いてみて、好きなジャンルの音源をもらってみてはいかがでしょうか。かなりおすすめです。次はアップデート情報です。音色作り放題。少し前にベータ版として配布されていたリビルサウンドのスパイアー内の新たな機能、 AI によるプリセット生成機能ですが、今回正式なアップデートがされ、誰でも使えるようになりました。スパイアーが公式で公開している設定をすることで、誰でも1日に2000人も及ぶプリセットの生成が可能となります。プリセットの方法も完全にランダムというわけではなく、好きなカテゴリー、例えばプラックやパッド、ベースやドラムなどを選んで生成することができます。追加課金などもあってもおかしくなさそうな機能だったのですが、なんと無料で使えるようになっています。作ったプリセットはライブラリーからいつでも選択することが可能ですので、気に入った音色は名前を変えるなどすると便利そうです。現在ソニックワイヤーにてオータムセールが開催されており、通常価格より 60% オフでお買い求めいただけるようになっています。プリセットを実質無限に生成できて、この価格ならかなりお安く感じています。ブラックフライデーセールでも狙いたい製品の一つでもありますが、この機会にいかがでしょうか。セール自体は10月15日までとなっています。次からは新製品情報です。次世代機。確かな人気を誇っているソリッドステートロジックの SSL2 の Mark II が発表されました。デザインはメインのブルーのダイヤルが青から黒へと変更され、シックなデザインとなっています。デザイン以外にも24ビットから32ビットへ対応したり、各チャンネルにハイパスフィルターを搭載、前面にヘッドホン入力を搭載しているとのことです。2機種展開となっており、2in2out の SSL2 Mark II、
2イン4アウトの SSL2 プラスマーク2となっています。発売日は10月11日ともうすぐとなっています。気になります。定番となるか。低音が印象的なモニタースピーカーを作っているアダムオーディオから新たなモニターヘッドホンが発表されました。その名も H200、 同社のフラグシップモデルのモニタースピーカー S シリーズを基準に音のチューニングがされているとのことで、かなり気になります。アダムオーディオというだけでも気になるのですが、プラグインも用意されており、ソノックスとの共同開発されたプラグインを介すことでイヤーパッド素材に合わせた音響補正やヘッドホンをスピーカーのように動作させる機能などができるとのことで、よりいろんな方面からモニタリングができるようになっています。これでいて価格は2万円台とお求めやすいのも魅力の一つとなっています。発売日は11月初旬予定とのことで、もうすぐ発売となっています。アダムオーディオは以前にも SP5 というモニターヘッドホンを発売しており、価格的に上級者向けとなっていたのですが、初心者にも手が出しやすい価格帯での販売が個人的にはとても意外でした。これは個人的にも試してみたいと思っています。壮大、面白いエフェクターや製品を発売しているオーディオモダンから新たなサンプルベースの音源サウンドボックスが発売されました。3種類の音源が発売されており、プレビューを聞く限りは壮大な音が印象的となっています。で、ここで注意なのですが、このサウンドボックスというエンジンは無料でダウンロードすることができるのですが、使用するためには何かしらの音源を購入してアクティベートをしないと使うことができません。なので無料では使えませんのでご注意ください。ただしアクティベート後は好きなサンプル音を読み込ませて音作りをすることができたり、自分だけのパックを作ることもできるなど、自由度の高い音源となっているのが特徴です。イントロセールも開催されており、通常価格よりお安くなっています。またこちらの音源についてはご提供いただいておりますので、後日アップ予定のレビュー動画をご参考にしてもらえれば幸いです。自動調整。プラグインを発売するたびに話題となるテキベーションの製品ですが、今回は AI ディエッサーが発売されました。 AI にオーディオを読み込ませた後、自動的に調整してくれるようになっています。公式の動画を見てみたのですが、ボーカルにかけた場合、単に耳障りな音を除去しているというだけではなく、他の部分も補正されている印象を受けました。またスネアにもかけていたのですが、声域を補正しながらも他の美味しい成分は保つように調整されている印象がありました。何にしても相変わらず高品質なクオリティとなっており、気になります。現在イントロセールも開催されており、通常価格より半額の64ドルでお買い求めいただけるようになっています。期間は10月15日までとなっていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。When my tears dry, you're never around to see me thrive. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive.
響きを自由に、アイゾトープから音に対して必要な空間だけを常に確保してくれる機能を搭載したリバーブプラグインが発売されました。その名もオーロラです。その名の通り緑を基調としたプラグインとなっており、自動で空間を調整してくれる波からこういう名前になったのでしょうか。おしゃれですね。これは公式が公開している動画を見たのですが、なんとトラックにそのまま起動して使うことを想定されているそうです。リバーブとマスキングを素早く設定することができ、最適なリバーブを数秒で作ることができるとしています。自動調整の他にプリセットも別で用意されていますので、この中からイメージしている響きを選んで調整していくというのも使いやすそうです。現在10月15日まで有料のアイゾトープ製品を持っている人向けのクロスグレード版がお得にお買い求めいただけるようになっています。通常価格は8500円なのですが、クロスグレード版は6300円でお買い求めいただけます。一つ前に発売されていたサチュレーションプラグインも同じようなデザインだったため、今後はこういうエフェクターを展開していくのでしょうか。個人的にはどんどん展開してほしいなと思っています。気になります。10月8日、エイブルトンから何やら意味深な動画が投稿されています。ドット調のアイコンが次々と映し出されており、音はパッド系とドラム、そしてボーカルチョップしたような音が流れており、エイブルトンムーブという名前だけが表示されます。持ち運べるエイブルトンライブ的なハードウェアなのでしょうか。一応スタンドアローンで使用できるプッシュ3はありますが、持ち運ぶとなると大きさもあってあまり現実的ではなかったのですが、より価格を抑えた簡易的な何かなと個人的には予想しています。気になりますね。次は無料プラグインのご紹介です。ケロル、アーバンサウンズからグライロンバージョン 3.0 の無料版が配布開始されました。これはボーカル補正エフェクターとなっており、下の鍵盤を押して音階を設定し、あとはスムースの値をいじることで補正される速さを調整することができます。これを速くすることでケロらせることもできるようになっています。それだけなら他のソフトでもできそうですが、このグライロンはフォルマントをいじることもできるようになっています。これは声の高さを調整できるパラメーターで、無料でこれを操作できるのはすごいなと思いました。さらに面白いのがピッチエンジンというパラメーターがあり、好きな質感の補正された音を3種類から大まかに選ぶことができます。そこからエフェクターのコーラス、コンプレッサーなどもかけることができるなど、無料なのにできることが多いです。上の方にある PTM というパラメーターは有料部分となりますが、全然無料で即戦力なエフェクターとなっています。気になる方はぜひチェックしてみてください。Like you're hostage, now you're lover Hidden under covers You only love me when you wake up Is it me or am I not enough? Then you leave and I'm hollow There has to be a way out I feel like you're hostage, now you're lover Hidden under cover Sunday, you're so low There has to be a way out I feel like you're hostage, now you're lover Hidden under covers You only love me when you wake up
I feel like you're hostage, now you're lover. Hidden under covers, you only love me when you wake up. Is it me or am I not enough? とりあえずかけたい。ボーカルメナスというボーカル用のマルチエフェクターが配布開始されました。これ一つで音を歪ませ、声を明るくしたり、中低音を太くしたり、リバーブやディレイなどをかけることができてしまいます。有料のプラグインで似ているとすれば、Waves の JJP ボーカルズなどでしょうか。実際に試してみましたが、かなり良いプラグインかと思います。例えば、今までイコライザーで調整した後、OTT などをかけていた方は、このボーカルメナスをとりあえずかけた方が良い質感を得られるかと思います。間違いなく今後定番の無料ボーカルプラグインの一角になるかと思います。ダウンロードする際、無料の他に寄付も募集中とのことです。シンプルで使いやすく、かなりいいです。I feel like you're hostage, now you're lover. Hidden under covers, you only love me when you wake up. Is it me or am I not enough? Then you leave and I'm hollow. Some days I get so low, there has to be a way out. I feel like you're hostage, now you're lover. Hidden under covers, you only love me when you wake up. Is it me or am I not enough? Then you leave and I'm hollow.Some days I get so low, there has to be a way out. というわけで、いかがでしたでしょうか。今回は個人的にどれも同じくらい気になる魅力的なニュースだらけとなりました。とりあえずエイブルトンムーブが楽しみです。この B シクチャンネルでは、これからの皆さんためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。